はい、皆さんこんにちは。今回もファミコンの HDMI 接続で遊ぼう、まあファミコンの2大野球ゲーム、燃えろプロ野球やっていきたいと思います。パスワードなんかないですよ。まあファミコンの野球ゲームといえばファミスタか燃えプロって感じですよね。桑田サンチェとか誰それ、知らねえよ。あ、高校か。嘘だろ。いきなり二塁だ。この演出結構鬱陶しいな。カキーン。ゲーリー誰やねん。あーやばい、しまった。うわ、4番サード落ち合い。この演出いらない。つうか真ん中にしか投げれないぞ。下押しながら、うわ打球が速い。さすが落ち合い。落ち合い得意の内角高め。出た出た、伝説のがっくり。ある意味逆に見れてよかった。やっぱ落合に内角な高め投げちゃダメだわ。まあ、ちょっと高校だったので守備側しか見せれませんでしたが、燃えプロとはこんなに楽しい野球ゲームです。よかったらコメントやフォローもお願いいたします。